はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。シャドーガーデン様、ゆうき様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。気温38度なのにエアコンつけない、選手をドブ川で泳がせる、あと同じ理由で環境に配慮して、シャトルバスのエアコンも取っ払ってるらしいんですけども、それがなんで環境に配慮してるのか、環境には配慮してるかもしれないけど選手乗る人には全然配慮してないなど、人命軽視甚だしい。狂気のパリ五輪運営、女子ボクシング66キロ級の試合にですね、昨年の性別適正検査で不合格となっているアルジェリアのイマン・ヘリフ選手の出場を認めてしまいました。準々決勝で当たったイタリアのアンジェラ・カリニ選手、2発食らって鼻血を出し開始46秒で、棄権、ジョルジャ・メローニイタリア首相、公平でない、男性の遺伝的特徴を持つ選手は女子競技に参加すべきでないと運営を非難と世論です。どう見てもおっさん、もうめちゃくちゃ、体は男なのに選手殺す気かよ、国際問題になってしまったぞ、お前ら白人が大好きなポリコレやろ、普通の女性選手たちが振りすぎる、これ本当に危ないよ、死人が出る、胸クソ悪い、吐き気がする、ボクシングとか柔道とか対戦相手の命に関わることで本当に危険ですね、体が男で女子競技に出るってね、選手の命よりもジェンダーに配慮できる私いい人っていう自己陶酔を優先した狂気の運営、せっかくね大金かけて五輪やってもさ、人命軽視でええかっこしいの、フランスの評判だだ下がりですよねこれね、フランスがこういう連中だって分かってよかったのかもね。アルジェリアの選手らしいんですけど、体が男なのに女性殴りまくって本人恥ずかしくないのかね、あとこれをね自国の代表選手にしちゃったアルジェリアも恥ずかしくないのかね、日本人には理解できない倫理観、価値観、感性、恥の感覚ですね。そんなことだから万年途上国なんじゃないの、話せばわかるっていうのは嘘ですねこれね、分かり合えないよこんなの、中国だのロシアだの韓国だの北朝鮮のように殴ってもわかんない国もあるんだからさ、話せばわかるは嘘ですね、こんなに感性違うとね、人として、メローニ首相もですね殺す気かぐらい言ってやればよかったのにね、人命軽視のバカ運営とか小石を登ったらどうすんだって言ってやればよかったのにね、環境に配慮しビーガンにこびた意識高い系の食事しか出さず各国選手から非難ごうごうのパリ五輪選手村総料理長チャールズ・ギロイの言い草がこちら。メニューはすべて CO2 排出量と動物福祉に配慮されている、フライドポテトなどの揚げ物は火災リスクがある、フォアグラは動物福祉の観点から提供しない、アボカドは遠方から輸入されしかも大量の水を消費するので使わないとか言ってんだって、意識高いこと世論です。パリオリンピック、広場でバーベキューやればいいよ、まずは選手ファーストだろうが、いろいろと地に落ちたな、なんという本末転倒感、環境に配慮するなら五輪をやらないのが一番では、ポリコレ五輪、環境のためなら選手なんてどうでもいいって言ってんのか、綺麗事すぎるわ、でもフランスチームはエアコン付きで肉食ってんでしょ、環境に配慮するならね、人と物が大移動する五輪なんてそもそもやんなって話で狂ってるよね本当に、揚げ物なしかーって、アメリカ人にフライドポテトを酔わせないと徐々に弱っていくって聞いてますけどね、 CO2 排出量と動物福祉に配慮って、選手をね栄養失調にしたら世話ないっすねこれ、CO2 排出量と動物に
動物福祉に配慮してますって言いたいために選手のパフォーマンス台無しにしてますよね。フランスもパリもいろいろと地に落ちましたね。セールもドブ同然ってバレたしね。フェンシング女子フルーレ団体銅メダル獲得だそうであります。おめでとうございます。女子日本勢がフェンシングでメダル取ったのは史上初だそうであります。頑張りました。女子バスケ、日独戦でテレ朝がハーフタイム中にですね、主将の林咲希選手にインタビューしてしまい、試合中に何やってんだと非難ゴーゴーでした。世論です。これがマスゴミだ。まだ試合中なのに甚だ疑問である。テレ朝おかしいんじゃないのか。インタビューしてやってんだぐらいに思ってんだろう。マスコミはこんなのしかおらん。マステレ朝異常すぎ、出しゃばりすぎ。テレ朝がおかしいのは今に始まったことではない。そりゃ朝日は負けさせたいんだからそうする。試合中に絡まれたら気散るでしょうね。そんなこともわからないから嫌われてるんじゃないんですか。テレ朝が異常なのは昔からで、なんなら日本のテレビ局全部異常ですけどね。デンマーク政府、日本の調査捕鯨を妨害し国際指名手配となり、グリーンランド警察に逮捕拘束されていたシーシェパード創設者ポール・ワトソン73歳を日本に引き渡す方針だそうであります。マクロン大統領が引き渡すなーって圧力かけてみたいだけど、マクロンってなんだろうね、いい人ぶりたい病気なんですかね。世論です。ナイスデンマーク。それに比べてフランスと来たら20年ぐらいぶち込んどけ。マクロン無視されてざまあ。こんなテロリストを擁護するやつがいるのがすげえよ。無期懲役でいいだろう。刑務所の食事は毎日クジラの竜田揚げ出してやろうぜ。逆恨みしてパリ五輪の日本に対する誤信が増えそう。犯罪者をかばう理由がデンマークにはないしな。マクロンはクジラ取らない俺らいい人ぶりたくてシーシェパードを擁護してんすかね。反捕鯨国の代表をずらして文句垂れてるみたいなんですけどもね。選手に肉も出せないくせに態度でかいよね。連中がやったことは、あの船が破損する恐れもある日本人船員の命に関わるような妨害してたのに、いい人ぶれれば日本人の命なんかどうでもいいんですかね。マクロンはね。今日の単身です。女子サッカーチームなでしこジャパン、選手村利用を拒否、ホテルを拠点にすると発表。飯はまずいわ、エアコンないわ、カーテンないわ、財布盗まれるじゃね。選手は競技だけ集中してもらいたいですしね。選手村は貧しい国の救済措置ということで、日本人行かない方がいいよ、なんかもらって きそうだから悪い気かなんかね。朝日新聞、北海道に続き10月から静岡、山口、福岡の3県で有観事業を中止すると発表。これは朗報ですね。そのうち全国で有観事業中止になるかもしれないですね。もうあの長官も辞めて新聞事業から撤退したらいいんだねえの。あの不動産事業だけの方が利益残るんじゃないの。私が生きてるうちに潰れる朝日。それとあの福岡ってあの博多あるんだから結構あの都市部じゃないのかな。そういうとこでも有観ダメなんだ。ダメなんだ。ざまーって感じですけど。7月の平均気温は明治政府が記録を残し始めて、これまで126年間で最も暑かった。昨年の7月ですね、125年間で最高っていうのを更新しちゃいました。いや、どこまで行っちゃうんでしょうね。暑さのピークってもう過ぎたんですかね。これ40度超えないとニュースにならなくなっちゃったりなんかしてね。昨年の電線泥棒件数5361件、今年は6月までの半年間だけで4161件発生しているそうであります。今年逮捕された容疑者の国籍がですね、カンボジア人28人、最多日本人21人、
タイ人5人など、日本人もバカいるからな。盗んだ電線を買い取るですね、カンボジア犯罪組織の存在も確認されているそうであります。ベトナムじゃねえのかって思ったんですけど、ベトナムは万引きだって。万引きがベトナム人最多、ユニクロで大量に盗んでいく、ドラッグストアで大量に万引きするっていうやつが多くてですね、こっちも買い取り犯罪組織ベトナム系が確認されているそうであります。しかしオフランス、いろいろと地に落ちましたよね。やっぱログでもねえな、ゴミだらけだっちゅうしね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。